新津西スマートインターチェンジは、新潟県新潟市秋白福島にある、万越自動車道にある、本線直結型スマートインターチェンジである。万越自動車道の新津インターチェンジと、新潟中央ジャンクションの間、新潟市秋白新津地区北部に位置している。同自動車道と国道403号、新津バイパスの交差地点に設置され、 新潟中央ジャンクション方面への出入り口のみのハーフインターチェンジとなっており、会津若松インターチェンジ方面への出入り口は設置されていない。ランプウェーブに一旦停止型の ETC ゲートを備えている。ETC 車載機を搭載した全車種が通行でき、車長制限はない。運用は24時間で終日利用可能である。2009年6月30日に、 国土交通省より連結許可が出され、当初は2010年度中の供用開始を予定していたが、地盤軟弱などのため工期が再三延び、供用開始は2011年12月17日15時となった。なお建設に関わる総事業費は約29億円を要した。新潟市内のスマート IC としては、黒崎スマート IC、豊坂スマート IC に続いて3カ所目。 24時間運用のスマート IC は、市内で唯一であった。また本線直結型のスマート IC としては、関越自動車道の長岡南子支持スマートインターチェンジに続き、新潟県内で2カ所目となった。供用開始前、新潟市と東日本高速道路株式会社新潟市社では1日の平均利用台数を600から800台と見込んで、 いたが、共用開始後9日間の速報値による1日平均利用台数は、平日が約750台、休日が約1490台を記録した。平日は概ね予測通りの交通量だったが、開通前の12月1日から、東日本大震災の被災地支援策により、万越自動車道などで土曜、休日は ETC 搭載車に限り通行無料とする措置が、 取られていたことなどもあって、休日の利用台数は予測を大幅に上回った。ありがとうございます。